風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。嵐の日波たける海で弟子たちを諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスクリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に。皆さん、御言葉の祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。聖なる父よ、あなたは倒れていた世界をキリストの死によって新しい命に立ち上がらせてくださいました。信じる者を罪の束縛から解放し、終わりのない喜びを味わわせてください。聖霊による一致のうちにあなたと共に神であり、悠々とこしえに生き収められる恩子、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。ペトロの手紙。生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は、主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄を、
イエス・キリストを通して捧げなさい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。神の御言葉、神に感謝。私は世の光、私に従う人は命の光を持っている。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マルコによる福音。主に栄光。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは、何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、
目が見えるようになりたいのです。と言った。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。主の御言葉、キリストに賛美。イエス様が盲人との関わっているこのマルコ福音書は、イエス様に医師に頼んで目が見えるようになりたいのです。私たちもある程度自分の目で見えるけれども、心の目でなかなか見えない。神様の助けをいただいて、今日のイエス様の遺跡、この文字も私たちに一人一人できるように、この必死に頼んで、心の目が見えるように、そのすべての良いこと、悪いことを避ける力があるように、このイエス様の力をいただいて治るように、今日一日願いましょう。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように御国が来ますように御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯有とこしえに。アーメン。主の日和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。
祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたの民の力となってください。主の食卓に養われた私たちが、古い人を脱ぎ捨て新しい命に生きることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の際終わります。行きますよ。主の日はのうちに、神に感謝。